ありがとうございました。こちは、ゆこそれでは今回なんですけども、三井住友カードのデザインが一新、2月から始まる年会費無料で20%還元キャンペーンの予告もということで、本日はあの、三井住友カードから公式の発表がありました。この動画では、三井住友カードが新しくなるということと、まあ、2月から大きなキャンペーンが始まるという、大きく2つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。それではまずこちらをご覧ください。 じゃんということで、こちら読み上げると三井住友カードが変わります。2020年2月3日からデザイン一新ということで、ご覧のようにこれまでのデザインからガラッと結構変わるような感じですね。まあ、しかもプレスリリースを見る限り30年ぶりにフルモデルチェンジと記載がありました。まあ、結構年月経ってますね。そしてこれまでのパルテノン神殿が使われていたデザインからめちゃくちゃシンプルで、まあ、スタイリッシュなデザインですよね。 ま、好みはあると思いますが、こっちはこれでもう本当にかっこいいなというふうには思いますね。で、今回の新しくなるカードの特徴というのが細かく4つありまして、まず1つ目っていうのは今出てるようなビザのタッチ決済に対応するということですね。まあ、僕現在持ってる三井住友カードもタッチ決済の機能はありますが、まあ、今度から新しくなる三井住友カードもビザのタッチ決済というのが使えます。まあ、このタッチ決済は、 スマホ決済とは違ってアプリとか立ち上げなくてそのままカードだけをピッとかざすだけなので、まあ、めちゃくちゃスムーズにお買い物ができるのが特徴的です。もちろん暗証文号とかの入力も必要ないのでそれがまたいいのかなと思っています。 次、二つ目は、カード番号が今度から裏面に記載されるということですね。まあ、公式ページを見たら、このカード番号の裏面化っていうのが日本初らしいです。ま、僕これ全然知らなかったですね。まあ、今出てるような感じのカードなんですけども、今左下に書いてるのがご自身のカード番号となります。で、このカードが、まあ、番号を裏面にすることによって、例えばそのお会計の際にお店の人とかにも見られずに、決済ができたり、 であったりとか、あと自分自身の情報も守ることができるのっていうのがまあ特徴ということですね。まあ確かに裏面に番号が並んでるのもなんかちょっと新鮮な感じですよね。 次三つ目はアプリが大きく変わるということで、2020年の3月から三井住友カードのアプリっていうのが大幅なアップデートを行うみたいで、クレジットアプリからウォレットのアプリになるということになっています。まあ多分今の V p a s s アプリのことかなと思うんですけども、まあ例えばその他社の発行のカードであったり、電子マネー、ポイントカード、ビザプリペイド、銀行口座などがアプリ一つで管理できるようになります。 これ結構面白そうですよね。そして4つ目なんですけども、他にも今出てるような機能も追加されます。まあパパッと読むと、ご利用通知、安心利用制限、使いすぎ防止アラート、口座残高不足アラートなどですね。 ま、一言ずつ加えていくと、まずこの一番のご利用通知に関しては、使うたびにリアルタイムでアプリに通知が来るようになります。まあ、なので、その不正利用など、万が一何かあっても、早い段階で気がつくことができる通知ということですね。で、二番目の安心利用制限は、自分自身が使いたくない場面で、利用停止の設定ができる機能となってまして、ま、例えばその、海外利用であったりとか、インターネットショッピングなどですね。 で、3番目は使いすぎ防止アラートということで、自分自身が設定した上限金額を超えると、プッシュ通知でお知らせをしてくれる機能です。 そして4番目は口座残高不足アラートということで、これそのままですね。例えばそのカードの引き落とし額で残高が不足してくれる、してたりすると教えてくれる通知機能となっています。まあこれらの4つの機能が今度の2020年の3月からアップデートがかかって使えるようになるということですね。まあその僕の印象としたら、このクレジットカードとかのまあネガティブな要素を払拭するための機能で、まあこれらの3 サービスっていうのはもうクレジットカードの初心者の方でも結構まあ便利で役に立ちそうな機能だなというふうには思いましたね。 ちなみに現在、今回のこの三井住友カードの新しいカードデザインに関してなんですが、すでにその変更予約、カードデザインの変更予約っていうのも始まってるみたいで、まあ今出てるような対象カードが三井住友プラチナカード、ビザマスターのブランドで、三井住友のゴールドカードのビザマスターブランドで、三井住友プライムゴールドカードのビザマスターブランド、そして三井住友クラシックカードのビザマスターブランドということで、 これらのカードであれば、まあ、デザインの変更手数料が無料で行うことができます。まあ、ちなみにこの新デザインのカードに関しては、2020年の2月の3日以降に順次お届けということですね。 そしてお待たせしました。今回のこの新カードの発行に合わせて、新たに入会される方や、ビザの立ち消さえ付きのカードに切り替えされた方を対象に、今からお伝えするキャンペーンというのが開催されます。それがこちらですね。じゃんということで、これが三井住友カードの今後予定されているキャンペーンとなっています。まあ、ちょっと猫ちゃんにはお休みしてもらうんですけども、上から見ていきましょう。 まず、1番の年会費無料のキャンペーンということで、この新しい三井,三井住友カードに入会した方は、年会費が永遠無料になるキャンペーンというのが始まります。これ結構嬉しいんじゃないかなと思いますね。そして2番目、これですよね。20%還元キャンペーンということで、 こちらは新規入会をしてアプリにログインをしたら使った額の20%分が還元されるということですね。まあ、現在も三井住友カードではキャッシュレスプランというキャンペーンが最大8000分が戻ってくるキャンペーンも開催はされているんですが、今回は12000円分が上限ということですね。まあ、結構去年のキャンペーンとかで申し込んだ方は結構この12000円が上限のキャンペーンを利用された方も多いのかなと思います。そして3番目、ただちゃん キャンペーンということで、この三井住友カードに新規入会してアプリにログインをしたら50分の1の確率で利用代金がタダになるキャンペーンということですね。いや、これ当たった方いらっしゃいますかね結構その僕の動画でも当たった方であったりとか、まだ当たったことがないというコメントもちらほらいただいています。 ちなみに今お伝えした3つのキャンペーンについては2020年の2月の3日からの開始予定となっています。 そして最後4つ目なんですけども、ビザのタッチ決済体験キャンペーン第1弾ということで、まあ動画の冒頭でもお伝えしたことに関連するんですけども、三井住友カードのビザタッチ決済付きカードへの切り替えを手数料を無料になって、なおかつビザのタッチ決済を実際に使ったら最大で1000円がもらえるキャンペーンというのも開催がされます。まあこれは2020年の3月から開始予定で、 なんと、第2弾のキャンペーンも予定しているということですね。以上が2月から始まるキャンペーンの解説でした。はい、ということで、猫ちゃん戻しまして、一応今回お伝えしたことを簡単にまとめさせていただきました。まず2月の3日からデザインが一新、そしてキャンペーンが開始されるということと、カードデザインの 変更予約も可能ということですね。そして3月からアプリが大幅アップデートという、ざっとこんな感じですかね。まあ他にもまあいろいろあるんですけども、そこを詳しくプレスリリースであったりとか、公式のページを参照してみてください。ちなみに今回の 三井住友カードを作成するのはポイントサイト経由で作るのがお得だと思うので、まあ2月の3日からサービスが開始、そして発行も可能ではありますが、少し様子を見ながら作成するのもいいのかなと思います。まあ多分僕も新たに三井住友カードが欲しくなったら、まあ多分動画にはする予定ではあります。 まあそんなこんなで今回は三井住友カードが新しくなるということと、そして2月からのキャンペーンについて簡単ではありましたがお伝えさせていただきました。 いやまあ最近は本当 D カードプリペイドのチャージであったりとか、あとはこうビザが使える場所での飲食店、まあそれこそビザプリペイドのキャッシュも使うんですけども、あとはちょっとしたお買い物でも以前その僕が作成した三井住友カードがめちゃくちゃ活躍してくれてるんですよね。まあほんとこの20%還元のキャンペーン含めて、ほんと幅広く使えてもありがたい限りです。 そして、ま、今回の三井住友カードが新しくなることについては、ま、ちらほら以前あのネットでも見かけてはいたんですが、ま、デザインとキャンペーンも結構 こう力を入れてる印象でした。まあ、けど、このデザインに関してはまあ、先ほどもお伝えしかけた。あのパルテノン神殿が描かれたデザインが好きという方とか、あとはその今度新しくなるクールなデザインが好きという方もまあ、結構両方の意見も含めて分かれそうな感じだなという風にも思いましたね。まあ、僕はあまりこう。デザインに関してはこだわりはないので、まあ、新しい三井住友カード。も 全然ありだなと思います。まあ、三井住友カードの今後の展開もさらに楽しみになりそうですよね。まあ、ぜひこの新しくなる三井住友カードについての発行するかどうかですとか、あと今回のデザインより前の方が好きだというような思うようなことがあれば、ぜひですね、これは下のコメント欄に書き込んでいってください。一応あの、下の概要欄に今回お伝えした新しくなる三井住友カードの公式のリンクです。 とかプレスリリースなどに関するリンクも貼っていますのでぜひ詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました